皆さんこんにちはスノーボードの青木玲ですさあ今回もやってまいりました YouTube スノーボード大学の時間でございます本日もよろしくお願いしますそして今回はこのちょっと書きましたけれども角付け荷重ローテーションっていうテーマになって第4回目なんですね1回目は角付けについてちょっとお話しさせていただきました2回目は荷重ですそして前回昨日になってましたね 昨日のがローテーションっていうこの3つについてお話しさせていただきました。でこの3つを考えた時にターンに必要な要素としてこの3つを挙げられることが多いですけれどもこれ実は角付けと荷重は必ず必要なんだけれどもローテーションは必ずではないんですよねっていうお話もちょっとさせていただきました。角付けと荷重はないと 曲がれないカービングできないけどローテーションはなくてもカービングできるけどあるとなお良いっていう感じなんですねさらにいいよっていう感じですターンコントロールとかターンこの形のコントロールとかもローテーションという動き知ってるとさらにやりやすくなるよっていう感じなんですねなので最低限必要な動きからは外していいけれどもその仕組み自体は覚えておくと知っておくといいと思います いいうふうふに昨日のローテーテションは締めく,くらせてたただきましたじゃあこの角付け荷重ローテーションこの3つを考えてターンの中で当てはめてまたこれもう一回3つ合わせて整理するとこれ角付けも荷重もターン後半に強くなるよっていう角付けも荷重もターン後半に強くなるよ。 ポイントでいうと切り替え直前が一番強くなるよっていうふうに言えるのがこの可動付け荷重でしたね。でこのローテーションはなくてもいいんだけれどもやってあげるとより曲がりやすくなるので曲がりづらい時に取り入れてあげるとより曲がりやすくなります曲がりやすくなるのでもっと深く曲がりたい時も結構いいテクニックですよだから知っておきましょうねっていう感じ。 じゃあこのターンの前半と後半で考えると曲がりづらいのはどっちかなって考えられたらターン後半になってくるかなと思うんですよね。ターン後半はどっちかというと落ちちゃう力に対して角付けエッチングで抵抗しながら曲がっていく局面なので。 その角付けととかかががうまくいかないいな曲がりづらいじゃあこのターン後半の中でも前半の方と終盤の方とで考えたらどっちが曲がりづらいって言ったら横向いていかせないといけないからどん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 曲がりづらくなるはずなんですね曲がってあげないといけないからねそうすると落とされないようにちゃんと最後まで曲がろうって思ったらこのローテーションっていう動きもターン後半に強くしてあげる。 ターン後半に強くしてあげるターン後半に強くしてあげるっていうふうに考えると全てこのカービングターンっていうものがずれずに落とされずになおかつ人によっては深く描けるようになっていくかなと思います。こういうふうに一回整理してみました。 ターン後半に向かって、可動付けも荷重も、ひねりも、ローテーションも全部ちゃんとやろうね。そうすると曲がりやすくなるよっていうお話でございます。じゃあターン前半は何もしなくていいのって、これ何もしなくていいわけじゃなくって、ターン後半が強くなる局面だから、ターン前半はまだ弱い局面っていうのが残ってるから、弱い可動付けとか荷重をちゃんと強くしに行こうっていうこの動き、テクニックがターンのテクニックになっていくかなと思います。 それをやった結果、あ、角付けと荷重は切り替え直前が一番強くなってるんだな、毎回っていうのが整理の仕方です。で、この最後のローテーションに関しては、トーサイドとヒールサイドで意識感覚がちょっと違うんです。これなんでかっていうと、僕レギュラーで左足前でそちら向いております。つま先の方に体を、顔を向けたらこっちなんですけども、進行方向がノーズの方なので、 顔を僕の感じで言うと左に向けるってやってようやくここ向けるんですね。ってことは、この向き自体がもう体に左回転が備わってます。だってつま先こっち向いてるしっていう状態なんです。立ってる状態で左回転で僕はもう滑っているので、 ヒールサイドに行くんだったらこの左回転のまんま入っていけるから普通にこれヒールサイドはひねってる要はローテーションの感覚でとってもいいんですけれども反対にこれトーサイドなんですねトーサイドは左回転してる僕がトーに入りながら今度ローテーションしに行くので感覚で言うと一回逆ひねりしてる一回逆ひねりしてるこの体を ローテーションしながら整体の向きに戻すっていうイメージがトーサイドのローテーションの実際の動きになっていってるなっていう感じがしますなのでこの状態からひねろうとして入るローテーションの使い方がヒルサイドこの状態がもう逆ひねってる感覚だからこの逆ひねりを入りながら戻そうっていう感覚が このサイドっていうふうにこのひねってる感覚が実は両サイド違っていくんですよでもこのひねりの動作を使ってあげるとそれはすなわち角づけにつながっていったりすることでターンの鋭さ深さにつながっていくので是非ともこのローテーションひねるっていう動作も一応踏まえておきましょう。 その場合トーサイドとヒールサイド逆ひねりなので感覚としてひねる感じなのか逆ひねり戻す感じなのかっていうのがちょっとフィーリング変わってきますのでその辺も自分が立っているつま先の向きによって大きく変わっていくかなと思いますそういった部分まで整理してターン後半鋭くずれないように鋭くあと落とされないようにしっかりエッジングするっていうふうに角付け荷重ローテーションをしっかりと意識していってあげましょう それができると急斜面でも落とされないずれないようなしっかりとしたカービングっていうものが手に入っていきますシャドウをクリアするカービングするにはこういった攻略をしていきましょうでそこからさらに下り坂を角付け作ってうまく重さを乗せながらひねりながら曲がるのはこれでいいんですねでもそこからギューンっていう風に踏み込んでもっと板を走らせるとかスピードを速くするってなってくると この草冠の荷重じゃなくて「あの加える」っていう字の筋力を使う荷重っていう要素を入れていってあげるとこれがににスピーディなな部分にもリンクしていいくなと思いますそういった部分で荷重の部分でちょっと草冠とあの加える方の違いをお話ししましたけれどもそういった部分から整理していただいてまたここにも当てはめていくとただ曲がるだけじゃなくってすごくスピード感を持ってターンを抜けていくスピード感を持ってエッジを切り替えるそういった部分ができていくんじゃないかなと 思いますターンに最低限必要な角付けと荷重そして知ってるといいなっていうのがローテーションそして知ってるとさらにいいなっていう付け加えたい要素としてこっちの加える荷重これも一つ荷重の要素として知っていきましょう知ってるとローテーション同様さらに広がりが持てますよ面白くなりますよというお話でした。 カービングターン、僕も大好きなので、いろんな角度からいろんなアプローチの仕方で解説していきたいなと思います。あと、そうですね、9、10、11、3ヶ月もすれば滑るようになりますかね。いよいよ楽しみですね。ぜひとも頭の中のイメトレ、欠かさずにスノーボード大学チェックしてみてください。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。